グループ 2PM のジュノがキング・ザ・ランドのドラマ撮影のために JTBC ニュースルームに訪問すると、すぐに数多くの人波が集まったそうです。8日 JTBC NEWS は YouTube SHORTS にジュノのニュースルーム出勤途中と控え室収録現場映像など2本の映像を公開しました。先立って6日、ジュノはソウル、サンアムドン、ウェイワホラにある JTBC ショークでニュースルームの収録を進めました。そのことが知らされた後、ジュノを見るために数多くの取材陣が集まったし、JTBC の職員までロビーに降りてきて人だかりをなしました。1階ロビー、エレベーターの近くには全職員が出てきたのかと思うほどたくさんの人波が集まったそうです。ジュノ本人も驚いたそうです。ニュースルームの進行を務めている間、ジオンアナウンサーは、私たちの出勤途中にこのように人波がたくさん集まったのが初めてとしながら驚いたし、ジュノは本当にありがたく実感していますと恥ずかしそうな様子を見せました。ジュノが出演するニュースルームは今日9日午後6時に放送予定です。最後までお読みいただきありがとうございました。また次の動画でお会いします。